よし。でも今日は前髪が伸びたので前髪を切ります。どこまでが前髪なのかをまず見極めるところから始まります。本当はお風呂上がりにいつもするんですけど、ちょっとお風呂上がりは前髪が割れてるのでちょっと難しいかと思いまして、これがね、とても目にかかってね、かゆいんでございますよ。なので、分けたいんですよね。これを切ります。今回はハサミを持ってきました。濡らします。いや、え、怖っ。まあいいや。で、乾かす用のドライヤーと隣キッチン。ストレートにしてから切るのでアイロンを準備します。温めるのに時間がかかるのでね。なんか歯医者さん行った後ってめっちゃ気持ち悪くなれへん？あの薬的なやつがさ、飲み込むからさ、飲み込もうと思ってなかったも飲み込むからさ、ちょい気持ち悪い。
これでオーディション思い出すってだいぶ失礼やで。なんかほんまにさ無神経な人多すぎ、時代の違いかな。ものすごく無神経、喜ぶわけがないもんね。ちょっとケープ振った後に濡らしてるから束になるけど、長さがほら見にくい。泣いてるけど自分が悪いからな、自分が言ってるから。ちょっとブロッキングするのめんどくさいからもう一発でいくわ。ちょっとハサミ切れへん。やっぱり軽く分けとこう。金がなもうないからな、めんどくさいねんな分けるの。なんかなくなっていくねん、どんどん。私はメイクさんに切ってもらうことあんまないかも。切ってもらえたら切ってもらった方が楽やけど、なんか忙しいかなって思ったら声かけられへん、いつも。ポコさんが呼んでるわ。でもキッチン映るからな、開けたくないねんポコちゃん。ドライヤー置いといてよかった、髪の毛がめっちゃ刺さる。とりあえず一回これで下ろす。私も結構バッサリいくな。何も考えずに切ってるけどいけんのかな、これで。まあ自分でセットした時にできるんやったら何でもいけるな。
別れて思った、まあ、別れるのは切り方の問題じゃない、できた。まあもうあとは外に出ないので触覚が変なのでいいでしょう。まああとはお風呂入るんで、こんなもんですね。みんなに見せたいものがあるんだ。超かわいいで。やめて。ちょっとカメラセットしてから。ちょっともう先にかわいいものが映ってるんですけど、これではなく。見て。あ、なんか割れてる。かわいくない？ペンギンパン。かわいい。ペンギンっていうな。パン屋さんがあってな、お父さんがなんか言ってくれて、ペンギンってパン、ペンギンっていうな、パン屋さんがな、できたみたいやねんけどって言ってな、で行こうとしててんけど一緒に、なんかさっき言ってましたわ。いやもう怖いこれ、うるさいな。かわいいやろペニー。前髪をカットした翌日のペニーさんは気づくかな。うん、気づくわけがない。だって自分がちょっと邪魔じゃないくらいまでしか切ってないから。いやだいぶ変わるけど。な、私らからしたら全然切ったなってなるけど、ペンギンさんとかからしたら別に興味ないんじゃないですか。ねえポコちゃん、興味ないよね。かわいいお顔だね。ほも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 、イノバウアーしってかわいいけどまたむせるよ。ハト犬ちゃんはハトもね、かわいいな、かわいいな。かわいい、ここ撫でたらな、伸びるねんポコちゃん。なあポコちゃん伸びるねんな、かわいいな、かわいい、臭い臭い、かわいいな、パワワワ、かわいい、かわいい、かわいい、臭い、かわいい。ファンサファンサ、かわいい、かわいいな、ちょうどいい長さやなポコ。ちょっとここはあのピンで留めてたから分かれてるだけです。ちょっと次の公演までに前髪を切りたかったんですよ。前回めっちゃ邪魔やってさ。あ、15分経過、めっちゃタイミーな。私ぴったり15分に始めたんや。何ですか、お目々まん丸やな。
かわいいなあ、さといなあんた。誰に似たんや、誰に似たんや、ボクちゃん。そのあざとさ、あ、どっか行った。今日は国語の時にペンギン、あ、ノート持って帰ってないわ。持って帰ってたら見せようかと思ってんけど、見せられへんか、あの、読もうかと思ってんけど、ペンギンの名、今日はメモしたんですよ、生態を。いや、配信時間短い？いや、毎日配信してる時点で長いで。ペンギンをな、去年とかさ全部メモしてたやん。ペンギンがいじられた、だからなんかそうやな、直言とか隠言とかさやるやん、あの比喩の話な、国語の。でまつげ抜けた、長くない？あんま長さわからんか、めっちゃ濃いねんこれ。なんか太いな、まつげ。髪の毛より全然太いで。うん、黒いもん。いや黒いけど髪の毛も。まつげの方が太いで。すごいな。いる？届けようか。先着1名様。こんなん前もやってたよな。去年くらいかな。いる？なんか皮。乾燥してんのか？全部自まつげやで。いるんや、捨ててもうたわ。捨ててもうたっていうかどっか行ったわ。まあ、ぜひ公園か何か行った時に拾えることをちょっと楽しみにして、パッて飛んでいくかもしれへんから、なんかの瞬間にな。あ、自分で取りに来てください。配達サービスはしてないので公園に来て。でペンギンの生態をさ、去年とかさ全部メモしててんけどさ、それをやめてん。ペンギン卒業しようみたいな感じで。一回な、あ、 DNA 抜かれそうじゃない、こんなん送ったら。やめとこう。でメモしてたけどペンギン卒業しなあかんってなって、でやめてんけど、なんか面白い時あるやん、あるねんな、のをメモしたかったけど、今まではメモしてなかったね。でも今日はもうめっちゃ面白かったから、いや、なんかみんなメモしててん、で私もしたいってなって。いや、私ほどちゃんとはいっぱいメモしてるわけじゃないで、みんなはなんか数えててんけど、ペンギンの生態の癖を。だからペンギンのその癖をメモしててんけど、回数とか書いてみんなで、あ、今あったみたいな感じで、でメモしててんけど、いいなと思って、私もやりたいなってなって、でメモしたら、あのルームスで書いてんけど、なんかかわいい。でなんかかわいい、お尻かわいい。で何の話やったっけ、メモしててんけど、ルームスでも言ったけど、何やったっけ、癖。あの人めっちゃため息つくねんな、はーってわざとらしく。あ、かわいい。でな、癖でやめられへんみたいなんやけど、なんかそれを数えててんよ、なら無意識にはーって言うから、あ、今言ったみたいな感じでみんな言ってて。でも一回だけ見ないな、見逃してる時があってん、あって思って、私だけ気づいてんけど、で崩れ落ちてた。ペンギンのパン知らん、お父さんが買ってきたから何味か分かれん。何よ、で何やったっけ、なんか全員集まってるところでペンギン先生の誕生日祝われてた、おもろ。今日100人主大会があったんやけど、
その時になんかこんなにいい感じにできて、すごいペンギン先生にいいお誕生日プレゼントですね、おめでとうございますみたいな学年主任の人がさ言うてさ笑ってた。かわいい。いや多分喜んでるとは思うんやけど、あの人喜んでるの表現するの苦手やから、で嫌な感じを表現するのが好きやから、あの人は。だから言ってなかったけどニコニコはしてた。これ嬉しかったんじゃない？こっちの涙袋かな、なんか違うねんな、使ってる筋肉が違うねん。あれもうお母さん帰ってきたかもしれない。よし、ランキングじゃ読もう。もうちょっとなんか言いたかったけど。13位、タカさんありがとうございます。12位、オレオーズさんありがとうございます。11位、ゆめゆめさんありがとうございます。10位、RC さんありがとうございます。9位、マキコさんありがとうございます。8位、マチカネフクキタルさんありがとうございます。7位、なべちゃんさんありがとうございます。6位、まさきさんありがとうございます。5位、せいくんさんありがとうございます。4位、たかひでさんありがとうございます。3位、えっぴーさんありがとうございます。2位、ジョンさんありがとうございます。1位、ケビンさんありがとうございます。ありがとうございました。かわいい。何か多分ペンギンに言った。まあ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 、幸せオーラ全開じゃないところがペンギンさんの長所だと私は思いますよ。っていうのを本人に言えへんねんな。まあどうでもいいですけどね。終わります。さよなら。